はい、お疲れ様です。マッピーです。今回は HP アタック 1.1 っていうことで、こんな感じですね。神殴りとかラニーといったね、バフリーダーが多いだけでなく、RS 暗黒竜も 5% ずつあるっていう、なかなかね、やっぱバフリーダーが多くて、それをメタルデッキが多いのかなっていう感じですね。まあ、とか言いながら、結局アマテールとかはいるとは思うんですけど、使っていくのはこちらですね。花田の洞窟。この8級 E リーダーでね、S4 ビーチのリベンジ組んできました。で、S4 ビーチなんですけど、コスト15のコマをね、採用してるってことで、まあこれでね、S4 ビーチの形になってますね。まあそれがね、この係なんですけど、まあ、スキル 50%、コンボ 60% でね、直前に受けたダメージをリベンジで火力出せるってことで、なかなか優秀なんですよね。まあこの両面で、ね、しかも毒持ってて、コスト15の中でも相当強い方だなっていうふうには思います。まあ、コスト15のコマなんで、一応ね、イベントとかで手に入れられるコマということでね、ハロウィンのイベントやってた人は持ってると思うので、ぜひね、入れてみてください。そして、新ゴマとしてこの花田、こやつがね、俺結構いいと思ってるんだよね。直前に受けた 30% 分の吸収やってくれるってことで、そもそもリベンジがね、吸収スキルと相性いいんですね。まあ、吸収することによって、相手に HP 与えつつ回復。まあ、その行為が、回復するということは受けられるダメージの量が上がるということなんで、まあ、リベンジと噛み合いがいいと。で、受けられるダメージの量が上がっていくと、それが蓄積していってしおりのね火力が上がっていくっていう感じで噛み合いがいいんですよね。で、花田についてはね 30% の吸収なんですけど、このリーダーが8級位なんで 39% 実質 39% で吸収できます。まあ、どれぐらいかっていうと、対面のアマテルの5000雷撃通常攻撃含めて食らった時に、まあ、2500ぐらいは吸収できるっていう感じでね、なかなかいいんじゃないかなと思うんでね、よろしくお願いします。まあ、とりあえずアマテル来て、初っ端5000雷撃みたいなの出されて、で、その時に手駒にリベンジあったらそのまま出しちゃって OK って感じですね。で、リベンジじゃない駒が確か4枚ぐらいは入ってるんですけど、スキルリベンジとしてはね、なんだっけ、ハロウィンの弁当とか、前まで使ってたんですけど、あれ、駒総数8枚以上じゃないといけないっていうのが本当にしんどいんで、抜いちゃいました。はい。で、代わりにコスト15の、今回このハロウィンの係が入ったってことで、だいぶね、相手に合わせやすいのかなというか、相手に合わせてリベンジしやすいのかなっていうところです。よろしくお願いします。そして、対面がこのティアマトってことで相性いいですね。勝ちたいな、相性いいんで。とりあえず初手ハロルド行っとくか。行こう。これね、縦取りにします。X 打ちもあるんですけど、2手先このユートンのコンボスキルを受けて、スキルリベンジのコマがそのタイミングであったらなかなかいいということで、はいはい、 OK。 しかもここでハロルドに対してグエリーなんで貫通持ってないのかな。 OKOK、 ちょっとダメージ返す。いらっしゃい。お、サスタシャ引いてるね。まあ一回これはバルヒーいっとくか。今日アタック上がってるけど、あ、でもこれ C6 とかで一回濁されたりしたらちょっとめんどくさいけど、まあここでね貫通使ってくれたらもうサスターシャとハロルドでコンボ組んでっていう感じでね、動かしてもらう。ただこれ、これ地味に D5 とかもやばいか。あ、OKOKOK。この試合は勝ちです。ありがとうございました。もうこれでね、リュウヘリ使ったんなら、もうハロルドのコンボとサスタで、はい、これでフィニッシュですね。まあ、花田も引いてきたんだけど、どうやら花田を出すタイミングがなかったということで。よし、ありがとうございました。まあ、こんな感じで、即竜は相性いいですね。まあ、一発でもこの火力受けたら、そのタイミングでリベンジやったらね、コンボリベンジのコマとスキルリベンジでつなぐだけ、マジで簡単。即流はねマジ相性いい。で、今日みたいな補正は HP も上がってて、さらにアタックも上がってるんで、バフリーダーが結構ね出やすい。で、バフリーダー対面はこのリベンジの返しがめちゃめちゃ強いのと、 HP が上がってるんで受ける HP というかそのダメージの量がね増える。つまりリベンジ補正なんですよ。よろしくお願いします。これリベンジね強いんでね。まあ、さっき花田引いたけど、ちょっとな、サスターシャあるんだったら、まあ、あの時点であんだけ火力出せるんだったら、そらサスターシャ出してね、試合終わらせる方がいいと。ああ、流血か。まあ、流血対面もね、流血も結構バースト系のデッキなんで、リベンジ刺さりますね。まあ、とりあえず、初手ユーラン打っとこう。まあ、トゥアン出してくると思うので、このユーランについてもね、あんまり仕事しないんですけど、なんか初手トウヤ出すのもなんか微妙だし、風車にバルヒアの打ちたいし。っていう感じで動いてみようかな。まあでもユーラもうちょい残してよかったか。雑に使いすぎたか。さあ流血出される。で、ここでよいしょ、7ララか。リバヒー置いとくのもおもろいな。まあでもバルヒにしますわ。バルヒにして、そうツインスキルというかオルタナスキルなんで、まあちょっとその辺を意識しながらっていう感じかな。で、安定コードするなら次トウヤ出してちょっと吸収入れてっていうの
そういう動きもありだな。東映のコンボもね、結構強いんで。さあ、うん、オッケーオッケー、防衛してくる。じゃあ東映にしよっかな。引き見てから、よいしょ。ああ、いいですね、かがり引いてきた。さあ、これ東映かまして、悪くない、悪くない、悪くない。でバルヒのコンボが総合ダメージからのリベンジスキルなんで、あんまり次コンボね使っても火力出ないから微妙なとこですね。はい、 OK、 狩り術。うん、ブレイズホーリー置いてきたか。まあ、引き見てからよいしょ。花だ、花だ、引いてきたか。7ララここでリバヒで使ってもなんか微妙な感じはするから、まあ、ちょっと消去法でかがり切るか。あんまりかがり火力出せないんですけど、まあでもね、低くはない。 OK、 2100ナイス。よし、でこれは通常攻撃と特殊返し、大撃返しって感じで、これ場面になってるから、フルフリアとか来ないかな。ああ、回復してきた。了解、回復了解。はい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 。回復でイモられるっていうのはリベンジにとって一番よろしくない展開なんですけど、まあ一旦7ラめっちゃ噛んだ、7ラ打っといて、流血にアンチヒールはないはずなんで、まあこれ B4 打たして罠ごま貼ってあれしつつ、火炎はまずい。火炎持ってんのか、持ってたら C2 で打つかなとか思ってんだけどな。ちょっとこれ、そうかい、火炎まずいですよ、火炎はまずいです。どうしよっかな。今鼻打っても微妙なんで、まあ、こっちかな。でこれで相手の全体火炎をあれですね、打たれた時にすぐ取れる形にしておきたいですね。いやー、火炎持ってるか、持ってたら死にに打つと思ったけど、うまいことをどうやら呼び込んできたみたいだな。オッケーオッケーオッケー。まあまだちょっと花田は出せねえから、いやー、あー、まあ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 難しいとこだ。ここ難しいね。コンボスキルが790でしょ。むずいなむずいなまあ一回 D に行くか。 D に行って、お前らコンボスキル回復系なんで一回ちょっとこれで様子見たい。ただ全体回持たれてたらやばい、痛い。いやこれなこれな、マジで厳しいとこあるけど、花田があるんで E1 からの展開についてはリバヒプラス花田の吸収で受ける形にしたいけど、相手の HP 全然削れてない、よろしくないな、よろしくないな。しかもこれ相手血めっちゃあるな、血めっちゃあるお前どんだけ血あんねん、鉄分取りすぎだろ。ほうれん草バカ食いしてる、この血がありすぎる。あー、まあ結構持ってるよね、厳しい。でで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 、これ取らんといけんな、きついな。よいしょ、これ村正引いてきたらな、使ったけど村正引かないと、まあ、これさすがに取りに行かないとやばいな。やっと思ったけど、いやまあ花田使うしかないな、これさすがに。これ使わなかったら次で殺されそうなんで、まあ、使っちゃいます。でこれ火炎終わる。一応リバーサルヒール貼ってるけど、似て飛ばし全然相手できそうな雰囲気だな全然できそうだなまあしおり持ってるけど、まあ村正欲しかったね、村正が一番欲しかったんだけど、ちょっと引かなかったな。ゴリューズ痛い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 。まあ、ここ村正引いたら村正打ってもいいけどな。はい。まあ、引かないんで、しおりにかけるしかないですね。これは、まあ、しおりでこっち行って、まあ、スキルコンボでうまいことやるしかない。OK、スキルコンボ間が強い。で、一応、相手のコンボに対しては、リバーサルヒールが効くので、これでうまいこと大体けど。フルフレ持ってたら、なんか出せそうだよな、相手。持ってないんじゃないかな。ザーフィールとかうまいこと耐えれねえか。ただ、これ相手のコンボ、回復結構高いな。なんなら次俺飛ばせないんじゃない相手結構回復するんで、なんか飛ばせないかもしれない。あー、休息術、まあ、いやけど休息するんならワンチャンもっぱつ耐えれないから村正行け。サスター車3枚サスター車あるけど、今どれぐらい食らった、1800ぐらいか、で1000、2000ぐらい、1800ぐらいだから、いやちょっと飛ばんなこれは無理だな。まあ耐えるしかないな。 C1 か、 C1 打つしかない。お前の、いやまあそうでもないか、いやこうか、耐えるしかないな。そうか、お前コンボ回復しかしないから結局。え待って、お前これ高っ。えごめん、俺が思ってた、俺が思ってた数倍軽く出たわ。これサスター車で
トンデンサー説ある。俺が思ってた数倍、5000ぐらいかなと思ってたけど。ちょっと待って、そっか、お前さっきスキルでどれぐらい出したの。これもしかしてサスター社で買ってたか。3枚サスター社で買ってた説ある。全然忘れてたけど、いやさすがにないんじゃ、どうなんだろう。3枚サスター社で買ってたんかな。こんなに火力出ると思ってなかった。しおり強すぎやろ。まあこれについてはな、ちょっと相手が意外と休息術をたくさん入れてるタイプの流血だった。これやられたわ。火力タイプの流血だったら、あの花田含めてね、結構そのリベンジの総量も上がってたんですけど、残念ながらそういうわけにいかなかったか。まあか、もしくは村正引いてくれてたらね、結構余裕持ってな、 HP も保てたと思うんですけど、まあ引かなかったんでしょうね。おー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 、コブ、コブ人種園か。まあ、バフ行かれて一撃で殺されなければいけるけど、とりあえず初手7ララですかね。リバーサルヒール置いとこうか。オッケーオッケーオッケー、行こう。いやー、さっきの試合な、あのアビーがマジ効いたわ。あの回復されたんならもうこれ飛ばせないやと思って、無理かなと思ってデフログったけど、どうなんだろう。最後サッサーシャ飛んでたんかな。ちゃんと考えればよかった。やばい、くしゃみ出そう。出なかった。わ、このくしゃみ出そうで出ないっていうのマジでモヤモヤするよな。くしゃみって出そうになるタイミングでさ、鼻つまんだら8割の可能性でくしゃみ引っ込むらしいよ。これ豆知識けど、それを俺母親に話したら、いや、くしゃみ出した方が良くないって言われた。くしゃみはそれは出た方がいい。まあでもくしゃみはね、あの一応周りに影響はあるんで、周りの人に気を使うんだったら、やばい、くしゃみ出そうだけど、周りの人になんかそのくしゃみのなんかいろいろ飛んだらまずいっていう時は、こんな時は鼻をつまめばってなって、それで鼻つまんでみたいな使い方ができると思うので、まあ、ちょっとしたライフハック、よかったら使ってみてください。使ってみてくださいって何。くしゃみ止める小技みたいな紹介するチャンネルになってしまった。まあ、一旦吸収入れといて。さあ、一応スキルリベンジとか持ってるけど、これな、相手の人種炎がな、人種炎がメインウェポンなんで、相手そこにリベンジ当てたいけど、若干うわ、しかもその守護者バカ強くない？まずいですね、これはまずいですね。この守護者強いな、痛い。E3 行きたいけど、守護そっち打たれたんなら A2 から、あれでしばかれかねないんで、 B4 かこれ。 B4 打ちたくないけどな、あんまり。難しいな。お前はコンボリベンジまあまあ強い。いやこれちょっとしおり先打つまで歩くない。いやないか、さすがにないな。いやーしゃ、いやこれしゃーなし、威力いくか。ちょっとナットブラコンボで強要した方がまだマシな気がするわ。いやしゃーなしな、マジしゃーなし。これ B4 行きたかったけど、守護者のコンボに対して、しかもランタン行くんか、危な。あの、チャージ溜まるのが遅いから、守護者のコンボ大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、数回受けることになるので、なんか厳しい気がしたな。数回受けるのはちょっとまずい気がする。オッケー、これでリバーサルヒール。で、14,000の16,800か、まあ、反応するな、これ。ユーラン打てば、あれできるけど、いや、これこっち行って、よいしょ。いや、まだこれエンデが発動してないやん。よいしょ。いや、ただここで人種炎で E1 打たれて、俺の F1 に対して E3 エンデがとか構えてたらやばいな。やばいか。いや、一応ここ飛び込んで俺ユーランで次人種炎縛ろうかなと思ったんだけど。オッケーオッケーオッケー。で、これで人種炎を縛るためのユーラン打つんだけど。耐えれるか？お前、何？そのバフの量。いや、待って、ダブコになっちゃうの？お前、待って。ダブコマジ？F1 打ったらダブコンになるんだけど、死ぬ？もしかしてダブコン死ぬ？まずい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 オブまずい。ちょっと待って、いや、まあ、ここか。お前、そこで新しい動線組まれるの渋すぎない？これ左上 X 打たれて F3 で殺されるか。やばいか、やばいな、一旦やばいな、一旦やばいな、一旦やばい、一旦やばいか、一旦やばいか。あ、人種めそれ打ってくる。なんならこれと、バウロリオやば、死んだ。そうか、アタック 1.1 か。まあ、これしゃあないな、これしゃあないか、昔はないか。チャーリュー
はちょっと厳しいね、相性悪いね普通に。道中に道中の火力がリベンジ出なすぎるこれは一旦相性悪いか、まあ、どんまいどんまい、これしゃあないわこれね、普通のバフリーダーの方が全然やりやすいですね。もう普通に道中なんかすんげちまちま吸収とかされて最後一撃で持ってかれるんで、いやでもこれな、 E6 トウヤがミスった説あんのかな。ぶっちゃけトウヤ微妙なんでね。いやでも結局ランタン引かれてたからどの道厳しかったろうな多分。はい、行きます。うん、また流血来た。なんかもっとバフリーダー来ると思ったんだけど、意外とバフリーダー来ないと。まあ、速攻流ぐらいしか今のところ見えてないんであれですけど、 OK、 初手ベルグレーで熱いね。でサスター社もある、サスター社だってある。 OK、 いい火力よ、ナイスよ、いい火力よ。さーてと、ちょっと一回水飲むか。流血展開、はい。でここ、あ、花だ。これ花だっても微妙だな。まあ、一回リバサルヒール。まあ、一番安定するのは温泉セクメントとか使ったら一定の吸収量が確保できるんで、そっちの方が安定するんだろうな。でも実際問題ね、あの相手が効果力出してきたら、あの他のリベンジ使う方が早いみたいなところはね、ちょっとあるんですけど、うわーどうしようこれ。花田打つ、花田打っちゃう、花田打つかどうか。いや花田俺なんか間違いないな、サスター打つわ。ちょっと早いけどサスター打っちゃおう。しおりがあるんで、でもね、3000、オッケーオッケー、十分。3000出したら十分。英語マリテーション3000出せるサスタージャ最強です。さあ。あー、まずいかもしれない。これまずいですね。これまずいね。こいつはね、取らないとやばい。ちょっと考えようか。いや、ワンチャン、E3 バルヒ打って、そやつのコンボ受けて C1 点、いや、そうしようか。これなんか D1 にこのリバスイ、めっちゃかんだ。リバーサルヒールとか出しても弱いし、ナナララのコンボもそんな軽く出ないんで、まだこっちの方がいいですね。で、これで全体以外持ってるかどうか一回調査しよう。持ってるか？持ってたら、ここで出すはずなんですけど、オッケー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 。痛いな。まあまあ痛いな。まあまあ痛いな。さあ、これはリバヒかまして、3300の4900か。まあ、まだ花田出さない。俺まだ花出さない。まだね、その花はしまっとこう。オッケー、2589、いい火力。まだ俺花出さないよ。さあ、まだ花出さない。火力術ね。はいはいはい。ね、お前のコンボは休息術か。痛い。ここ花出すか。ここ花出そう。ここ花田チャンスだな。左下 X 打つのか。D5 打つのか。左下 X に見えるかな。いや、D5 の方がいいか。左下 X だと B6、D2 ルートあるもんな。鼻田出そう。よし、鼻出して。いい吸収ですよ。OK、OK、2487。フェルグと変わらんぐらいの吸収力ですね。進化の。いいですね。十分、十分。で、こっから、花田の動線が一応空いてるんですけど、別にそんなにめっちゃ強いわけじゃないんで、この高音もスキルも。OK。さあ、ここ火力出されたんで、リベンジ欲しいっすね。回復されて、ニャンドーラ強い、痛い。引け。よし、リベンジ引いた。で、ここは、まあ、D1 かな。D1 やね。こいつ押さえて、でリベンジは間違いなく出した方がいい。オーケー、いい火力、いい火力、いいぞ。8500、これワンチャン次。いやーでも8500か、結構厳しいな。サスタのコンボバカ強いけど、あ、だから花田のコンボがね、どこまでできるか。しおり引けばいけそうだけどな。しおり引くかどうか。1枚2枚返し、耐えたいな。さすがに2枚返し6900あるんで。おー、また回復か。ええけどね、これ、サスタのコンボ通ったの熱くね。はい。うわぁ、ここ村正引かないか。ここ村正引いたら、だいぶ安心したんですけど、どうやら村正引かないと。であれば、ノルフェン打った方がいいですね。5433を頑張って耐えましょう。頑張れ。これ耐えればいけるけど、相手 D6 打ってる以上、なんか飛ばせる手駒がありそうな雰囲気。まあ、フルフレアあるわな。
どまーい。今村正引いたらワンチャン耐えたかな。あー村正引いたら耐えてるな。惜しい惜しいな。さっきからなんか村正めっちゃ欲しい時に全然なかなかこんな惜しすぎる。惜しいな。全然勝てるとは思うんだけど、あとちょっと足んない感じだな。あとシンプルにね、流血に高校引かれるの結構シャバいわ。あの C2 の十字回めっちゃきつい。まあまあまあリベンジこっからよ。花田はでも十分強かったね。あの2400後半吸収はまあまあ強かった。あれなかなかえぐくね。まあまあな吸収量だったな。花田はめっちゃ頑張った。お前はよくやった。ちょっと村正な、村正来い。村正のバストバリアめっちゃ欲しい来てくれか。または最後サスター車引いたらいけたかな。あの火力怪しいか。さあフェリアですね。対面フェリア了解。これ貸したいな。まあ、とりあえず初手由来いっとくか。よいしょ、行こう。初手由来行ってで風車に、うん、リバヒかなんかしら置いてみたいな感じで動けたら理想ですね。とりあえず初手見よう。はい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 、ワノコマか。まあオッケーオッケーオッケー。100返しでかいよ。はい、なるほどな。まあ東野かな。よいしょ、ほい。リベンジの弱いとこは自分のターンに受けるダメージがリベンジの対象にできないことですね。呪いとかワノコマの返しとか火炎とか自分のターンに受けた分ってその対象にできないんですよね。それがしんどい。さあここよいしょ、使用利引く。まあ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 、まあ、一旦ユス打っといて。よいしょ、はい。ユスじゃねえわ、ペリオラだユスじゃねえ。オッケー十分よ。よし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 、いいからいくいいからいく。さあどう。あーラティーナまずいな。いやーでもこれ受けないとダメだな。 D1 から打ってリベンジで勝てる気がしない。オッケー村正引いた。熱い、この村正いたのは熱い。で村正出してで都合よくね手駒にかがりあるんでここで火力出されたらかがりだな。ランタ引かれる。あオッケー、でもそこ召喚取れるのはでかい。 A4 で火力出されっか。うん、なんだろう、ブラダマンデとか来る。あなんかそういう後半に本気出してます系マジで無理。後半本気系ほんま。まあ、とはいえ村正出せてるのはでかいね。うん、ただなスー、マジできついなスーバリきついな。バリきついバリバリきついねスーバリきついなこれ。とりあえず村正張ってってで B4 来たら罠駒で返して、いやーどうしようかな。火の閻魔、うわこれむずいな、これむずいな。いやスーあるもんな。うわきつ、ちょっと待ってね。お前コンボ何 ?1.6?1.7?1.7 ま。やばいな。まあ、サスタでこっち行きますか。で、1枚返しに抑えて、で、これでバチコリ火力出して、で、これで数発動するやん。で、これで A6 取らしたところに A2 しおりとかがりで貸したい。まあ、1枚なら耐えれるやろ、1.8 倍。1枚ならいけるやろ。あー、シェムケリー、オーマイガー。はあ、シェムケリーあるんだ、やばすぎだろ。やっべえこれシェムケリーマジ、シェムケリーマジ。まあこれこうするしかないな。これはノルフェン出して、エンデガーの物理火力うまいこと返す形にしとくけど、いやでもエンデガー来たら死ぬなこれ。うわーそこシェムケリーやんのきちー。さすがに負けたか。左から2番目から飛んできそう。持ってなければいけるけど、これ悩んでるから、あ、持ってないんじゃない。あ、オッケーオッケー、持ってない、でかーい、持ってなかったね。でこれはシェムの上からあれできるな。あぶねー、マジで怖え。スー、オーマイガー、スーバカ強けど、うまいこといけましたね。危なーい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケーよかった。スー強え、マジで怖かった。マジでスー強かったな、怖すぎやろ。オッケーオッケーオッケー。まあ村正のバリアが頑張ったね。これ村正がなかったら割と終わってた。よし
ああいう時花田とか引いてたら強いんだろうな多分。吸収でちょっとリーサルずらしてみたいなね、あのシールドとか貼られてる時に吸収スキルが使えたら相当強いんだろうなってめっちゃ思うわ。そういう感じのね進行というか盤面になってほしいんだけど、おーおーおーおお、来た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 、これ神殴りに俺たちどこまでやれるのか。高校引いたね、いいぞ、よろしくお願いします。初手7ララ行くか、リバーサルヒール出しとくか。はい、行くぞ、奈良健康ランド。初手リバーサルヒールでね、奈良健康ランドしてで、オーラはよし、行かれてない。遊覧持ってんな、次遊覧安定。ああ、いや、これ遊覧でいいな。これ遊覧のいいところはわらごまじゃないんですよ、魔紋スキルなんですよ。すなわち敵の余ったバーストバリアの特殊も返せるんですね、両方返せる。そう、これね、わらごまと違うところなんですよね。敵のまずここのバーストバリアを返すことができる。で、その上でまだ残ってるんですよ。これわらごまだったら1回発動したら終わりだけど、魔紋スキルなんで一度の発動以外でもここでも反応する。オッケーオッケーオッケー、遊覧の強いところ出てる。で、ここいらっしゃいませ、花だ。まあこれは一旦カガリかペリオーラかどっちにしようかって話で、コンボ毒なんでカガリにしてもいいんだよな。カガリにするか、これカガリにしちゃおう。花だ持ってるし、でここのよしよし、火力高いよ。さっきね、あの バストバリアの余った分の部分もちゃんとこのスキルのリベンジに乗っかってる。で、ここ火力出されたら花田で返せる。よし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 。さあ、春秋ね。まあ、どっかで火力出さないといけないよ。ただ、こっちには花田があるんで。はい。ベルグレーデか。まあ、ベルグレーデ出すか。出すか出すか。カットされるけど、今、ペリオラ出しても火力出さんし、ベルグレーデ出すタイミングがあんまないんで、ここで使います。で、これで、さあ、E4 火力出してきたら花田で返します。OK。これ花田。みん、あの誰がどう見ても花田チャンス。はい、でこれどっち行こうかな。 D2 があるんだけど C5 もあるんだよな。ミューズ打たれたらやばいか。いや、でもミューズ打たれたらやばいのはどこにせよそうだな。ちょ、 D2 行きますわ。 D2 花田、待って、これミスったかも。これだ、 D1 ベルグレーデだからこっち打たない方が良かったな。これ E1 打たれるわ。オーマイガー、 C5 の方が良かった。これ B1 にミューズ打たれたら C1 に返せば良かったし、うわ絶対そうだった、やらかした。これ E1 来ますね、やってもた。俺 D1 ビルグレーデやん、あ、もうと思ったけど来なかった、ラッキー。さあ、これは相手のコンボのこの、なん、コンボじゃないわ、スキルうんたらかんたらについては、あれでいけるやん。うーん、どうしようかな。左ウェックス村マス貼ったってもいいけどな。でミューズ持ってたら今ミューズ出すと思うんだよね、持ってない。左ウェックスバリア張れば2ターン受けれるか。はい、っていう判断。むしろ F4 バリアはね、2倍を一発受けないといけないってなった時に、まあ2倍で火力出されたらペリオラ圏内みたいなとこあるけど、ちょっとどうなんだろうっていう。はい、痛い、思ったより痛い。大丈夫かなこれ。さっさっさ来たわ、危ねー。え、これあれだな、マジ F4 の方が良かったかな、難しい。さっさし行かなかった、いや、どうなんだろう。今のペリオラで勝ってたんだったらこっちでも良かったけど、なんか怪しくない？ F4 の方が良かった説ある。火力出されて、出させて、2倍出させてのも良かったかな分かんなかった。オッケーオッケー、分かったんで、オッケー。花田強かったね。だって花田の吸収量結構やばかったな3000以上吸収してなかったあれナイスだろ、いいね。なんかあれだわ、スルトあのどんなあれにも使えるスルトって感じがするな。スルトって特殊しか反応しないんだけど、まあ、逆に言えばスルトはね、特殊に対してはめちゃめちゃ強いんだけど、花田いいですね、めちゃめちゃいいですね。うん、ああいう盤面で出せたら最高ですね。 OK、 初手ベルグレードアザーす。で、意外とね、俺リベンジデッキ使ってて思ったんだけど、あんま事故らんな。初手がね、なんか安定するね、意外と。俺ちょっと初手安定させるためにベルグレ入れてたけど、リバーサルヒール入ってるし、バルヒアナみたいな踏み駒も入ってるんで、意外と安定しますね。で、初手ベルグレバカ強くて。はい。OK、カガリ引いてる、あっちいいな。で、カガリも強い。こいつもね、マジで強い。コスト15だけど、なんか既存の英語前よりもちゃんと、
強めに設定されてる。いいですね。倍率も高い上に両面毒っていうね。ああ、変動きでなかなか厄介なやつ来たな。で、これはナナララ撃つのか、ユスエルミ撃つのか。俺、ナナララ撃っとこうかな、ここ。16%、だから20%だから、490か。弱いか。490弱いな。490弱いな。いや、でも。はい。よいしょ。さあ、これで。ああ、スーツよ。でもリベンジ持ってるんで、まあ、これは許容の動きかな。で、ここ。あ、ユーランいいですね。めっちゃいいじゃん。これユーラン超いいじゃん。はい。OK。で、このユーランを嫌って、相手が貫通使ってきたらリベンジの対象に取れるけど、ただね、ディザイア貼られてるのがマジできちいな。しかも、赤が9骨髄球なんで。だから、貫通はね、来ないでほしいですね、普通に。来てほしくない。捕食か。まあ、嫌だけど。OK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 。よし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 。まあまあ返せる。4500でしょ。リベンジ持ってる。まあ、ここはかがり打っとく方がいいな。4号出してくれたんだったら、まあ、かがり全然強いですね。よし。で、これで半分まだいかない。ただ相手がね、どうしても半分切ってから火力出してくるスタンスでしょ。そんなことない。いや、でもこの形だったら、俺意外とまだこっちの方がやりやすいな、正直。正直こっちの方がやりやすいんで、S2 枚、3枚使った。で、コスト上が入ってる。まあこうだな。これでまだ半分いかないやん。行かせた方が良かったとかあんのかな。いや、でもスキルリベンジの5枚は手駒にないしな。で、これで E3 とか打ってくるであろう。おお、打たない。B5 も入ってた。うわー、だるー。これ、お前、バフの量は 1.1 か。ただコンボスキル使えるもんね。これ D2 の方がいいな。はい。しおり。うわ、しおりか。なんとも言えねえ。これ D1 耐える HP が、残るかどうかか。厳しい。いや、でも D2 打たないと、俺多分2手飛ばしの形を強引に組まないと、勝ちの目が見れねえな。これ D2 行くしかないですね。ディザイアとフレイヤと、ルーベント君とは赤火球があるからやばいんだけど、めちゃくちゃ噛んだ。呼びづらすぎる、お前の名前。あ、ビーチで死ぬ、これもしかして。バフ高すぎ、やばすぎ、死ぬ。これ無理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 。いや、ちょっと数きついわ。半分いってから火力出してくるんだもん。数きつい。数きついわ。まあしゃあないな。どんまいどんまい。でもね、手駒の回り方はね、割と理想的な感じはしてるんで、悪くないですね。普通に結構噛み合ってていいと思う。はい。手駒の回り方はいい感じだから、組み方はこれでいいな。ただ、普通にちょっと噛み合いが悪いな、さっきから。まあまあ、神殴りについてはね、噛み合いよくしていきたい。はい。後攻引いて、ユーランと、ノルフェンか。まあ、ちょっと相手の初手見ようか。これ初手に、S アタッカーとか。あはん。バーストバリア。まあ、バーストバリアについては、あれした。うわ、これ X 行くのあり？もしかして。いや、神殴り相手の X 怖えか。怖いか。もしかして怖い。いやー、いやでもな、なんか、これ打って仕打ちされるのもシャバすぎる。じゃあ X 行ってみようぜ。たまには行ってみよう。冒険してみよう。冒険冒険。人生は冒険や。冒険冒険。これ OK。これ返すやん。これ返すやん。これ返すやん。で、さあ、行ってみよう。よし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 。そっち来る。OKOK。これ返せる。で、ここに行き。いらっしゃい。リバヒー、なんとも言えねえ。なんとも言えねえ、これ。まあ、X されて B3 打たれる。まあ、そうだな。これ、こっち行って、で、B3 か E3 打たした後に、ノルフェンで相手のダブコンを縛ろう。で、あ、春は強。春は強い。まあ、B4、まあ、ノルフェンで縛るのが一番安牌かな。まあ、そうだな。まあ、多分英語とかで火力出される可能性高いけど、初手にフェイルノートとディガンマの動きで S アタッカー引いてるとはちょっと考えにくいんだよね。
逆に餌アタッカー先に切ってリベンジを避けたいはずだから、相手目線持ってないと思うんだよな。だから英語ねっていうのはないよね。オッケーオッケー。あ、しかもこれ、まあ、ミューズ打たれたのきついけど、この8600会社はでかいで、よいしょ。花田、これ花田打ちてえな。花田打ちたいけど A に待てよ、ここ考えようか。ダブコンは絶対に抑えないといけない。これ D に行っちゃってもよくない？どうせコンボ2倍から避けられないわけやん。これちょっと D に行くか。どうせコンボ2倍避けられないんで、避けらんねえので。おお強っ、吸いすぎ、吸いすぎだろ。スイス銀行なんだけど。でこれで相手 A に火力出す場合ってスキルリベンジを恐れてプラス花田のコンボに警戒してくれると。 OKOK、 ピリカ使った、よし。で考えろ考えろ、ここ考えよう。まだ4枚返し耐えれる。E の位置に当てて、 E 値当てて D6 に見えるな、めっちゃか。 E3、 いや E 値当てて D6 ありじゃない？ダメかな。いやでも E 値だと思うな、これ4枚返しやばいな。あのフェイルノートの4枚がやばいので E 値当てます。あの E3 だとフェイルノートの4枚はさすがにやばい。ただピリカの4枚なら受けれると思うんだよな。でこれで火力出してきたらかがり圏内っていうのが理想だけど、うわちょっとなんか中途半端なやつ来たな。いた、かがり圏内には持っていけないね。でバフで火力出しすぎっと 1.7 の2枚返しか、ちょっと飛ばされそうだな。トウヤ打った方がいいな多分。トウヤ打った方がいいな。これで409周入れてあんまり HP 削らないように。ただ飛ばされそうだねミューズのバフやばいですね。飛ばされそうだね、飛ばされそう。うわ神フェリーはまあ無理だな。まあでも神フェリーでこの火力でしょ、エンデガでも全然無理だね。くっそ全然ダメだった。ダメか、悪くなかったけどな。花ダメ、いや悪くなかったけどな全然ダメだな。いや発想は良かったけど、発想は良かったけど、やっぱちょっとどうしても神殴りの火力なやばいなあ。なんかねあれだわ、どのタイミングでリベンジ切るかみたいなマジでむずいわ。ピリかな、あれ4枚許容の E3 だったんかな。4枚、いやでも許容できたな。俺 HP2 万あったんか。 E3 でよかったな、これ E3 だったのミスったな。これ E3 でよかったね。4枚なんか受けれたな、多分いけたな。4枚でしょ。であそこの時点でミューズのバフの量が1点ちょっとで、神フェリーだったらやばいかもしんないけど、まあ考える場面じゃなさそうだし神フェリーは。いやどうだろう、いやイーサーの方が良かったな。あれブラダマンテからなんか中途半端にブラダマンテめっちゃ強かったわ。いやそうだな、絶対そうだったわ。これミスったね。イーサー打って D6 狙ってフェイルノート4枚返し、許容の方が絶対良かったな。まあまあアマテルタイムでしょ。オッケー、これアマテルに対してリベンジ出したのめっちゃいい。オッケーオッケーオッケー、アマテルに対してリベンジ出したのはめちゃめちゃでかい。オッケー、罠ごまでここよいしょ。オッケー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 、リベンジ引いてきたの熱いな。でこれはまあユーランノルフェン、まあノルフェンにしとくか。仏徳返しを C2 に来た時にノルフェンで右上で回答していきたい、回答していきたい。トウヤくん X か。で F4 の罠駒起動してなくて、まあさやか濃厚だな。リバヒを引けるわけで、まあリバヒでこっち行こうか。多分これでいい。ただね1個問題があるな、1個問題があるんですよ。アンチヒル怖いな、アンチヒルめっちゃ怖い。バイセそっち来る、どうしよっかなこれ。バイセそこでしょ、ちょ引き見てから行こうか一旦。はい、サスタ引くのむずいな。いやこれ A にユーラン打って S ゴマ引き出してサスター車はワンチャンあるな。じゃあそうしようか、これこっち行って、でこれでバイセ あのスキルが嫌でも発動するわけで、で両方カレーあれして、あーなるほど、オッケーオッケー、これサスター車が出すタイミングだな。
ッケー。かがりでもいいけど、かがりでもいいのかな。 F4 の罠駒をあれするんならかがり、いやかがりにするか、あーむずいな。まあでもかがりにするか。はい、でこれでよいしょ、相手がクソ火力出してきたらかがりコンボのサスターシャー圏内で、で火力出さなかったら A4 吸収プラスあれで耐えた。うーわ、ホーリーって言うとなんかすごい微妙に、ホーリーマ、ホーリーマ、ホーリーシットなんだけど、つんよ、やばい、いやマジか、トゥールラ持ってたら出すかなと思ったんだけどな、持ってん、いやマジか、これ飛ばせないな。はい、うわトゥールラ、マジトゥールラ持ってたら俺先出すと思ったんだけどな、出さないんだ。まあこれ吸収入れてもう一発耐えるしかないですね。こっちキャラゴマ4枚で、いや頑張ろうか。いや持ってないと思うけどな、他のエスゴマ出せるタイミングいくらでもあったけど、アンチヒール安定に強いなそれ安定に強いな。いやー落ち着いてんな、イーロカンチールバカ強いな。いやただこれは飛ばしに行けないから、いやあのワナゴマが何かの奇跡で発動しないことを祈りするか一応こうして2手飛ばししないといけないんで、まあ無理だよね。うわくそー、トゥールラ持ってたんか、読み外した。俺持ってたらさ、そこで打つと思ったんだけどな、マジかよ、やられた。ちょっと歯茎出しちまったな。いやでもこれ結果論 D5 サスター社だったな。 D5 サスター社打っとけばしおり引けて、いやでも結果論だな、しおり引けてなかったんであの時点でしゃあない、むずいなリベンジ。ちょっと歯茎どこまで出していいか分かんなくなってくるわ。けど実際トゥールラ打たれたら激ヤバだったんで、まあ英語とかで一回逃げる感じでもよかったのかな。でも時間かけたらかけたら俺の HP なくなってリベンジの火力が低くなるんでね、うん、ちょっとあそこで仕掛けたかったっていう気持ちはあった。ただトゥールラが強すぎた。トゥールラな、あの2ターンスキルを A1 で両面毒の方で出してきたから、あこれトゥールラないのかと思ったら普通に持ってた。でちなみにこのアレス対面はね、相性ゴミですね。めちゃくちゃめちゃくちゃ相性悪いねこれこれめちゃくちゃ相性悪いっていうのも、罠ゴマによるダメージをリベンジ対象に取れないんですよ。終わってますねこれ、どうしましょう相性ゴミですねこれ、終わってんだよな、どうしようかな。うわーこれやばいな、しかもアンチヒール入ってないんだよなこのデッキ、どうしようこれ一旦きついか、 OK 一旦終わってる。はい、いやこれはね、いやなんかな、いやしかもなんか回コーラ引いてない、防衛アレスか、じゃあブラマサ大事か、いや東映の方が大事だな。アレスのコンボもうこれ多分受ける前提の立ち回りになる気がする。つまり東野でアレスのコンボの返しもちょっと狙いつつっていう感じになる気がする。これねアレスのコンボに対してあれですね、俺の花田であれしたいな。あーまあここは東野打とうか。うーんなるほど、ペルツ入ってない、ペルツ入ってないっていうか今引いてない、 OK 一回東野出して、よしこれマイティのコンボ返せる。いや花田超重要だなこれ、超重要。村正と花田引けてるからしおりの火力がだいぶ保証できてるんですよね。ただ罠駒の回収どうしようか俺しおりに頼るしかないんで、マジでしおり以外に頼れるところがないんで、はい、アルド悪くない、悪くないけどここで出したくなかった。次アレス X 来るから、あリリーシャか。いやでもここアレス打つのかな、だってここアレス打ったらリペア対象1枚しかないからまだ打たないか。さあのこのマイティを取ることによってみたいな、しかもこれ X 打ってくれる、でかい。これ D に打たれたらどうしようかなとか思ってたんだけど打たない。でこうまだ花田出したくない、ユーラいいねいいねいいね、ユーラめっちゃいい、ユーラいいね、オッケーオッケーオッケー、よしゆっくり行こうゆっくり行こう、オッケー。ただね問題がスーって先閻魔大王変置きとか全然あるエンマ怖すぎるエンマ怖すぎる、バイセでうわそれ当ててくるか、なるほど村正のコンボ誘発させようっていうのが狙いですね、うまいね。まあ、ここの引き一回見ようか、ナナララ、難しいなこれ、
これどうしよっかな。これ取ったとして罠駒発動する。いやこれちょっとダメだな、取れねえ、俺には取れない。これ取って罠駒誘発からのアレスで全部リペアはやばすぎる。あと問題がね、相手のデッキにアンチヒールがあるのかどうか。さあこれ結構火力出された。よし、ノルフェン、ここどうしよっかな。ちょ考えろ。右下 X に見えるけど、これでもやっぱこっち打ったのミスったかな。これ盤面やばくない？失敗した説ある。うわ、しかもエンマジン、やばいやばい、いやーやばい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 。罠駒強用の方が良かったな。そうだよね、相手防衛だもんね。防衛デッキにちょっと盤面崩すようなことしちゃったらダメだったな。これダメだった説ある。まずいかも。うわー冷静だな。これね、 D5 とか来たら俺 F5 に当てようかなと思ったんだけど、冷静オブ冷静ですね。まあでもここどの道 F5 に当ててもいいな。取られたらあれできるから、まあベルグレで罠回収ですかね。はい、で取られたら下から取れる。F1 来るかな。それかビーチアレス形組んできそう。回復しながら、あービーチアレスあるな、全然。けど毒罠は幸い出されてないから、あと回復罠しかないから、花田でカウンターは取れる。あー終わった、そいつはマジで終わってます。ちょ待てよ、考えろ考えろ。 D5 しおり打ってでアレス出させて E6 毒で返す。きついな、きついな。最悪8球生きる盤面になるか。いやこれ取った方がいいな、多分取って。いやこれ F6 アレス打ってほしいんですよね。実はこれで F6 アレス打ってくれたら俺 E6 にしおりを堂々と打てるんですよ。堂々ととまでいかんかもしんないけど、打ちやすくはなる。 F6 アレス打ってくんないかな。でアレスのコンボに対して花田でカウンターが一番理想なんだよな。ただその場合 F2 に特殊罠が打たれてないことが前提になる。あーしぶてー。いやでもこれあれだな、多分あれだな、あいつだな、あいつなんで、多分あいつだな、あいつなんで、これしおり打つか。まあ打たなきゃ未来ないね、未来ない。よし来た、でかい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 、予想通り。オッケー、思い通り思い通り思い通り。でこれでアンチヒーローを乗り越える。で F2 にアレス来る、花田で返すが正解と見た。なんでアレス打たないの、もう早アレス打ってマジで。アンチヒール警戒しろて。けどここは花田打つしかないな。早くアレス打ってくれよ。花田だな、花田打つか。でビーチにアレス打たれて A6 でエンマダイを取ってって感じかな。きちー、早くアレス打ってよ。いやこれいや無理だな。でもこれ回復量えぐいわ。あーこれ勝てねえな。まあさすがアレス打つわな。うわー、いやーバイセ許容だったかな、負けちゃった。えぐー、うわアンチヒール入ってたらってめっちゃ思うけど、しゃあないよな。今日の補正俺あんまりアンチヒール入れたくないんだよな。そもそもリベンジで春丸ぐらいだったら入れていいんかな。いやどうだろう、俺リベンジデッキにあんまりそういう駒入れたくないっていうのがまず1点あるんだけど。いやーこれきちい、暗比なしでアレス。あとスキルリベンジが何にも刺さらん。相性悪すぎる。まあドンマイだな、これスキルリベンジ一生刺さらん。あとね相手がうまかった、一生アレス使ってくんない。アレスをねもっと早く使ってくれたらまだあったんだけどな。きつすぎた。まあ無理だな。いやーでもあのバイセな、取ったよ、取ってよかったな。ワンチャン発球イステルまであったんかな。発球イステルのあんのかな。いやなさそうだけど、普通に A6 取って、いやー打ってよかったな、ミスったな。だってさやかだけだったもんね。あ分かんないか、左 FX のまだ見てないけど、マスティマ、マスティマか。これ相性どうなん、きつくない、これきつくない捕食。ちょっとリベンジきついか今環境は。やっぱり
速攻竜神殴り今後ぐらいしか相性取れないもんな。きちいな、そう考えたらきちいな。ちょっとこれあれだな、やっぱアンチヒル必要かもしれんな。回復系デッキに当たった時の勝ち筋がマジで見出せないちょっとこれアンチヒール必要か。けど村正抜くのもちょっとやだな。でも春丸入れる方がいいか。やっぱ成り打ちだと成り打ちか。そうか、 OK、 はい、刺した。まあ一旦ペリオーラよいしょ。いやこのデッキね、村正と花田の防衛力があるから、相手にコンボ組ませてみたいな感じでいきたいけど、あーなるほど、 M プーサーここで出してくるか。結構アタック高えな。はい、村正ナイスで一旦カガリ打つかどうか。まあこれカガリだな。カガリ打って X に対して村正出して、あただこれ C5 来たら終わるやばい、忘れてた、これ C5 来たら終わります。やめて、気づかないで。 C5 来たら負け確です、これ。やめて、よし、でかい。あしかもリーに切ってくれた、でかくね。これ村正で良さそうかな。オッケーオッケーオッケー、引き強いよ。これ村正行こうか。で相手の A3 の駒次第だけど、ワンチャンこれ A1 詰めじゃなくて村正コンボで削りに行った方がいい説あるな。この手駒だったらね、なおのこと。取ってくる、取ってくるか。オッケーオッケーオッケー、大事ここ。はい、ペリオラいいよ、めっちゃいい、めっちゃいい、めちゃめちゃいい。これ角から詰めに行く。で、まあ、十中八九 A3 打たれるんだけど、ここでトップで引く駒だな。 A3 にコンボ強い駒だとって感じだけど、捕食マナグリ言うて火力は低いはずなんで、うわーマジかよ、マジかよ、これ 2V1 2V1。 いや行くよ俺は、これで日和るほど俺はリベンジやってるんだ。こんなんで日和ってたまるか、行くだろ、頼むぞ。 2V1 お願いします。まあ、もしかそこでアタッカー引いてなければだけど、最悪。いやでもさ、リーニー切ったんでしょ、リーニー切ったってことはベルゼブブないんじゃないの。アタッカーあるんかーい。いや耐えたなこれ、いや無理か、うわ無理か、くっそー、2分1外したもう最悪最悪そこでメイリーある、待ってか、ベルゼあんの、リーニー切ったのに、マジ。あでも手駒見てなかったけど、あれリーに切った後に引いたんかな。やられたー、マジかよー、あーくっそー、今の受けてサスター車までシナリオ見えてたんだけどな、全然ダメだった。マスター落ちました。ちょもう一回もう一回もう一回、でもこれはねマジで噛み合いが悪すぎる、噛み合いが悪すぎる。そこで 2V1 引くかー、まあそうだよな、でも行ってよかったと思うけどな。 2V1 プラスベルゼブブ持ってなかったら俺有利の盤面でしょ、あれ行くけどな俺だったら。 A1 だと結局ベルゼ打たれた時に俺のリベンジに対して最終受けられる気がする。なんだそれなんだそれ、相性無理、きつすぎ。いやいやそうでもないか、いやいけるいけるいける、実はいける、実はいける、これあのセクメトとか来なかったらいけるかもちょマジできついマジできつい、全然噛み合わねえどうしようかな、まあ、とりあえずバルヒ出しとくか。7ラでもよかったのかな、あのリバヒを出した方がいい説あるんだよな。これバルヒさ後半 X 打ちの方が良かったかな。あのてのも初手のリバーサルヒールについては相手多分アンチヒールが絡まないと思うんだよね。成り打ちアンチヒールからの、もしくは風車アンチヒールからのルシファーぐらいじゃないとあれできないから、初手あバルえバルヒ切ってるタイミングでリーに切る、これちょっと手駒多分エソマ引いてんな、あれこれトウヤ行きたいね、トウヤでいいかな、まトウヤでいいか、2ターンあれできて、うん、ノルフェンでもよかったかな。ルシファー結構アタック高いからノルフェン説あったかな。ただね相手これアイシ引いてないんだよな、あれかテスカか、テスカとルシファー引いてんのか、なるほど、アタッククソほどか、下がってくる、なるほどね。 OK この特殊返し、これ B3 ノルフェン打って吸収狙うもあるか、ベルグレ引くのか、うわここベルグレ引くのか微妙だな。このデッキで X ベルグレーではね、多分対面ルシファー考えたら受け切られて終わるんだよね。なんで
まあ、ナナララキルか、ナナララキルか、ナナララキルか。うん。はい、リバヒ置いとこうか。OK。で、吸収入れて、うわ、トウヤか、強いな。いや、大丈夫か。俺がなんかベルグレーで出す前提で考えてただけだけど、出さなきゃいいんだよな。ノルフェンとハロルド。どっちにしようかな。ノルフェン、ハロルド、ノルフェン、ハロルド。いや、一応ハロ、むずいな。いや、ノルフェンにしよう。うん、毒入れて、トウヤ、ルシファトウヤ、ルシファトウヤ結構吸収されない。いや、ただこれリベンジの対象取れなすぎるんだけど、今のところ。うわー、なんかめっちゃいいな、それ。相手めちゃめちゃ強いな。まずいな。リバヒがあって、ここの引き、はい、ユスヘルミ、これね、 X はちょっと分が悪いと思うわ。で、問題がここで相手にアンチヒールあるかないかでしょ。ルシファーだ。いや、でもどうなんだろう、めっちゃデバフの駒入れてるから枠的に入ってない説ある。わ、偉そっち打つのけど、アンチヒールないのか。オッケーオッケー、でかいなこれ。で、ここクソ大事。はい、うーわ、うん、いや、こっち、いや、これクソ悩んだけど、こっち打って、で、取らせて角しおりから行くみたいな。で、A さんに A ゴマなんで、今、OK、オーラ2、これ S ゴマ引いてない。A さんにね、アルカード打つ。はぁ、持ってるやん、もうダメだ。何にもうまくいかない。なんで持ってんの、その状況で。嘘だろ。何もうまくいかん。何もうまくいかん。でも、これもう花田行くしかない。行くぞ、俺は花田。いや、まだだったか、しおり打ってから花田だったか。あ、でもこれディザイア発動しない。でかすぎる、でかすぎる、でかすぎる。一旦でかすぎる。よし、ディザイア発動しない。うわー、この手ごまロックきつい。やばいやばいやばい、その手ごまロックきつすぎる。ディザイアのターン稼がれる、やばすぎる。うーわ、バカ強えんだけど、その手ごまロック終わってんだろ。終わってる、その手ごまロック。マジで史上最強の手ごまロックきた。ふざけんな。はあ、どうしようこれ。とりあえず動線組ませないようにするしかないか。いやー、最強。待って、ミスった。これ収録だね。終わった。マジでミスった。もうダメだ、何も考えられない。終わった。あー、最悪だ。なんだその手ごまロック最強。あ、しかもマンドラ引いてるわ。終わった。あ、ちょっと待って、何もうまくいかない。ホワイトアルカード切ったんだ、さっきの。あれか、一枚返しのタイミングここしかないからって理由か。いや、まあそれ以外ないか。終わった、無理だ。いや、花田打つのもうちょい待てばよかったけど、これ結局手駒ロックで花田のタイミングここになってたから変わらんかったな。くっそー。 S 持ってない読み A4 で結局 S 持ってたんですけど、全部なんもうまくいかん。なんもうまくいかん。いや、でもね、今のね、発想悪くないんですよ。実際花田持ってる状況で S 打たれても一応はなんとかなるっていう目算があったんだけど、あの、一番きつかったのが手駒ロックだね。これ手駒ロックマジできちいの。うわ、アルカキ、いや、まあ分かってたよ、正直。ベルグレーでロック来たらやばいなって。ただな、なんか B3 ベルグレーで打つの絶対弱いやん。で、 D1 打つにしてもトウヤ打たれてるタイミングで打つのなんか微妙だし、うわー、何にも警戒しなかった、あそこの手ゴマロック。最強だろ、あの手ゴマロック。いや、花田打つのは悪くなかったか。ディザイア遅延できたもんな。悪くねえな、悪くないな、花田は悪くねえわ。ただロックだな、あれ、ロックに全部殺されたわ。強すぎだろ、あのロック。あ、終わった。ちょっと待って、俺もうリベンジやめようかな。じゃこれ噛み合い悪すぎるんだけど、なんで耐久いるの。嘘だろ。これ勝ったら高評価ください。これガチで、これガチでお願い。これ勝ったらマジで高評価ください。あの、これ多分か負けるんですけど、これ勝ったらマジで高評価ちょうだい。マジで無理なんだけど、このタイム。
マジで勝ったら高評価もんだろこれ。絶対勝てないだろこんなの。終わってる。いやー、あの手駒ロック無理だな、何もできんな。奇跡的にベルグレーデより下の駒、一応リベンジの駒ベルグレーデより下の駒何枚か入ってるんですけど、確かそれ引いたらあったな。それ引いて返して、で花田のコンボプラスしおりで次勝てたか。きちー、マジできちー。さあ勝ったら高評価の約束をね、今あれ視聴者さんとしたんで勝ちます、頑張ります。まあでも幸い高校行けてるからゼロではない、ゼロではない、勝てる可能性ゼロではない。 OK、 まあとりあえずね、あとね引きもいいんですよこれ。序盤にベルグレーで引けてるのはマジででかい。あの耐久対面でマジ後半ベルグレーで弱すぎるんで。いやでもさっきの試合な、でもやっぱそれでもちょっとあれだな、なんか不可解だな。あれな、あそこアルカード切るんか、絶対ベルグ切ると思ったんだけど、思ってたらなんかな予想つかないことが多すぎる。だってあのタイミングフェルグってね、ディザイア狙うタイミングだと思ったんだけど、アルカ打つんだもんな、わからんわからん。まあリベンジ警戒だったのかな。だとしたらちょっとうますぎるか。どうすんのこれ。はい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 、さーてと、めちゃめちゃきついね。どうしましょう、これめちゃめちゃきついよ。どうやって勝つ、アンチヒールなしで。これどうする。ちなみに終わってます、マジで終わってる。でこれだってあれでしょ、 C6 って左下 X 打たれたらやばいってやつでしょこれ。きつすぎる。これどうしようかこれ。これどうしようか。まあでもこれで C6 って相手が油断して A1 とか打ってくれることお祈りだったのかな、もしかして。 C6 打ったら俺きついかなと思ってこっち打ったけど、まあ、C2 とか来るよね。で D2 返して、さあどうする。 F5 か。きつすぎマンボーマルなんだけどこれ。きつすぎマンボーマルなんですけど、右上打つと、これ右上 X なのかな、もしかして C に打たれる。いや無理だな。どうしよう。いや C6 じゃなかったかも、これ C6 違うかも。いやこれ X めっちゃきついな、めっちゃきついなこれ。左下 X めっちゃきついわこれ。 C6 あそっち打つのか。いやこれ左下 X ちょっとあまりにもきつすぎマンボウ丸なんで。どうしますこれ。あ村政クソ大事、村政クソ大事だなこれ。コンボで唯一か、花田切るか、苦渋の判断、花田を切るという苦渋の判断を強いられてる。いや苦渋だなこれ。もうこれはね花田を切るしかない。8球切ってもよかったかな、8球切るべきだったか。あーそっち来るか。さあこれ大事な大事なアタックチャンス、アタックチャンス。アタックチャンス、大事な大事なアタックチャンス。待ってこれうまくね、相手これ C に打たれて俺が D1 打つと4枚勝ちになるってことか。うまくね、やばい。やばい、それまで見られてる。これ A 中打ったのそういうことでしょ。これで D2 狙った。うわうまー、まずい、まずい。相手が俺より1段上なんだけど、でこれで D1 打ったら B1 打たれるやつでしょ。やっべ、終わってる。どうしよう、一旦終わってるか。ビーチ打たれる、一旦終わってるか。
旦終わってるか、一旦終わってるか、どうしますこれ。一旦終わってるか、先あの俺が英語打ったの絶対失敗したね、これ先に D 中打つべきだったね。やってもた、やってもた、一旦終わってるか、どうしましょう。あー最悪だ、やらかした。これ盤面も取れなくなっちゃった。しかもこれ見て、アルキメデス打たれた。どうしますこれ。積んだ、高評価もらえなくなっちゃった。積んだ、どうしよう。積んだね、え、マジで積んだな、これマジで積んだ、どうしよう、どうもできないんだけど。あーマジで積んだ、ちょ俺はな何を考えてたんだろう、ちょっと頭あれだ、ついてなかった。もうダメだダメだ、これは終わったわ、何もできなくなっちゃった。なんかちょっとあれですわ、ちょっとあれだ、もうなんか何も考えれなくなっちゃった、もう何も考えれなくなっちゃった。終わった、何も考えれなくなっちゃった。うわー先に D 中打てばよかった、忘れてた忘れてたっていうか、あれじゃん、あの A1 打ってくれたよっしゃーと思って A4 打ったけど、相手はその先を見てた、ちゃんと偉すぎだろ、ちゃんとその先見てました、俺が何もついてなかったです、すいませんでした、何も考えてなかった。はい、いやー何も考えてなかったな、割と終わってるな、リベンジ悪くないけどな、なんかそのリベンジが悪いっていうよりはちょっと俺の立ち回りとか、あとその他もろもろちょっと何もなんかね、何も考えれてなかった、考えること放棄してた、終わってた。あーしかもここもしおり打った方が良かったな、どう考えても、これ B 中打たれた時にと思ったけど、これ F6 打つのか、変わらんな、変わらん、変わらない。アマテラス最強なんだけど、進化のアマテラスクソ強いんだけど。やばくない、やったの鏡強強すぎやろ。おーでもちょっとこの進化のアマテラスいいな、久しぶりに見るといいな、使いたくなってくるな。いやしまったー、これせめて盤面取らないと何も格好つかんや、終わった、やってもた、俺何も考えてなかった。強いイシス、いやでもねこれイシスとアマテラスとサルースでしょ、勝ってないね、どう考えても無理だね。誰で火力出せんのこのデッキ。無理だ、耐久無理だ、盤面も取られちまった、もう全部ダメだった。全部ダメだ、一応しおりどれぐらい火力出るか見るか、これ F6 打たれて次パスで終わりですね。よいしょ、おー3パチか、出ねえ。出ねえ、全然火力出ねえ。ダメか、耐久は無理だ、やっぱアンヒ入れるか、ちょっとハルマル欲しいわ、めっちゃ欲しい、ハルマル、ハルマルめちゃくちゃ欲しい。いやむずいな、いやでもなんか別に今日ね耐久多いわけじゃないんだよな、これ神殴りとかラニの方が絶対多いんで、もうちょいむずい、もう一枚 S 枠欲しいなこれ。むずすぎた、でもしおりは多分抜かない方がいいと思うな、しおりなくなったらバフリーダ以外に勝てなくなっちゃうから多分、で村正の枠なんかな、村正の枠説あんのかな、でも村正ないとあれだな、多分 HP 残らんね、でサスター社も絶対入れたいでしょ、まあ、花田の、いや花田はねめっちゃ活躍したけどね、めっちゃ強かったけどな花田、ただちょあれだわ、普通にクソ負けた。リベンジむずかった、いやもういやあれだな、立ち回り次第だったな割と、あとちょっとね認めたくないけど噛み合い悪すぎた。あここ S 持ってないわって思ったら元から持ってたのとか、召喚1 2分1外すとか、ちょっと噛み合いによって負けた試合が何回かあったんで、まあ、もうちょっと噛み合わせていきたかったですね。まあでもしょうがない。もうね、間違いなくいるのは、花田はね、ちゃんと仕事した。こいつはね、めっちゃ仕事した。めっちゃ頑張った。ただそれでも勝てなかった。ちょっと相手がね、リベンジ対策うまかったね。あと、環境がちょっとリベンジにきついですね。ディザイアがめちゃめちゃきついですね。
あえてディザイアが発動する前提のなんか立ち回りとか動きとかをしてくるので、あのリベンジ返す時間がマジでなかったこれちょっとディザイア環境なんでリベンジきつかったですね。まあもうちょっと、うん、リベンジ自体がね、なんかこういうバフとかをメタル感じのデッキなんで、あのどのデッキにも安定して勝てるみたいなデッキじゃないからそこはしょうがないんですけど、まあもうちょいなんかあれですね、今後あのリベンジが使えそうな補正の時にもう一回リベンジでリベンジしたいので、よろしくお願いします。ちょっと今日は負けちゃったね。まあしょうがないね。ということで、この動画面白かった人は高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。花田はね結構見せ場作れたと思うんで、よかったら花田手に入れた人はねリベンジやってみてください。うん、まあ、ディザイア環境なんで頑張りましょう。じゃあお疲れ様でした。サンドラバイバイ。